唐辛子をですね、端を落として中の種を抜いていきます。種はね、結構辛いのでしっかりと抜いてください。種を抜いたら輪切りにしていきます。はい、こんな感じです。はい、続いてアボカドを切っていきます。まずですね、中に大きい種があるので、横に包丁を入れて、一回転させて、はい、続いて縦にも包丁を入れて、一回転させます。はい、そうするとですね、綺麗に、こんな形で、出てきますので、はい。はい。そして皮を外していきます。もう手で簡単に外れます。はい。そしたらアボカドを、食べやすい大きさに切っていきます。もう特に決まりはないので、お好きなように切ってください。はい、こんな感じで切れました。はい、それでは調味料を合わせておきます。ポン酢を大さじ2ですね。砂糖小さじ1。ごま油も小さじ1です。おろしニンニクを1センチぐらい。おろし生姜も1センチぐらい入れます。はい、それからごまですね。と、先ほど切っておいた唐辛子です。はい、よく混ぜておきます。はい、この調味料の中に先ほど切ったアボカドを入れていきます。あとは全体をよく混ぜ合わせてください。はい、味が馴染んだら完成なんですけども、今回はちょっと冷蔵庫でよく冷やしてから食べるようにします。はい、ラップをして冷蔵庫で冷やしていきます。